はい、こんにちは。パーカッションの高文です。今回からですね、パーカッション中級者、上級者向けの新しいシリーズ、フレーズ分析というのを始めたいと思います。はい、フレーズ分析何かというと、まあ、そのままなんですけれども、古今東西の偉大なパーカッショニストたちのフレーズを聞いてみて、それで分析してコピーしようという、内容です。他の楽器だったら結構フレーズ分析ってあると思うんですよ。例えばサックスだったらチャーリー・パーカーのフレーズ分析とか、ドラムだったらスティーブ・ガッドのフレーズ分析みたいにですね。まあ他は結構充実してると。まあことパーカッションに関してはですね。まあ圧倒的に情報が少ない。まあ我々パーカッショニストはですね、結構マイノリティなので、しょうがないっちゃしょうがないんですけども、やっぱもうちょっと盛り上がってほしいなと思っておりますので、頑張ってですね、僕分析しますので、どうかお付き合いいただければと思います。はい、では初回の今回は、やっぱりこの方、世界一のコンガプレイヤー、ジョバンニ・イダルゴです。ジョバンニ音帯はですね、もう本当に数え切れないぐらいのレコーディングとかライブの音源がありますので、まあ今後何回も取り上げて分析していきたいんですけども、まあ今回はですね、初回なんで、なるべく簡単な、扱いやすそうなですね、フレーズを選んでみました。それではですね、今回、扱うフレーズはこちらです。聞いてみてください。以前僕も動画でちょっと取り上げたことがありますけれども、右左とも両手ともですね、クローズスラップでパラッパラッパラッっていうですね、やつをもうずっとソロ中にオラオラオラと、やってるようなフレーズになります。ちょっとですね、早かったのでゆっくり、再生してみてみましょうか。どうぞ。はい、どうですか？わかりましたかね？一応僕が撮りましたのが、こちらになります。ちょっと見にくかったらすいません。終始、2-3 クラーベのモントゥーのセクションの中でソロを撮っているというような感じになります。で、書き方迷ったんですけれども、今回はですね、2-3 の1クラーベが1小節にしました。つまり、1 and 2 and tn, 4n, 1n, 2n, tn, 4n っていう感じです。で、順番に見ていきますと、まあ、最初は普通の、パターンですね。で、この2サイドの最後、4の裏裏から食ってついて、次の3サイドからパラッパラッパラッっていうフレーズが始まる。で、パラッ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 って、まあ連続して叩いていって、で、ここの3サイドまで叩き切ったら、次の、まあ、2サイドのスラップで解決するというような、フレーズになっています。このパラッパラッパラっていうフレーズですね。パラッ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 パラって、3連符の、まあ、フラムみたいにも取れるんですけれども、スローで見ると結構ですね、厳密に叩いてて、どういうことかというと、このパラッパラッパラっていうですね、音の感覚が、たたつ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 っていう風になってですね。まあ、つまり、一拍に対して9連符。たた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 た叩いていて、この3連をさらに3分割すると、タカタ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 ってこう、3×3 で9連符になりますよね。で、その9連符の、まあ3つ区切りだとすると、2個叩いて1個休み。まあ本人はもしかしたら強烈な、フラムみたいに思って叩いてるかもしれないんですけども、まあスローで見たらですね、結構この右と左の感覚が結構明確に空いていたので、まあ今回はこのように分析したいと思います。はい、それでは順番に見ていきましょう。ジョバンニ音帯はですね、左利きなんですけども、僕右利きなので手順は逆でやってみたいと思います。最初の方は普通のパターンのアクセントです。
裏裏でついて、次の3サイドから例のパラッパラッパラっていうフレーズになります。で、手順はですね、右でトゥンバ行ってそのまままた右で戻ってくるので右から、つまりと右手はですね、このビートに対してジャスト3連符で乗っていて、左手は右手に対してですね、9連符1個分ずれてるような形になります。っていう感じですね。この連打の長さはですね、まあソロだったら自由でいいと思うんですけれども、ジョバニオンタがやってるみたいに一応3サイドまで叩き切って次の2サイドで解決するっていうのが綺麗だと思います。ではちょっとやってみますので聞いてみてください。はい、というわけでジョバンニ・ダルゴのフレーズ分析でした。まあ分かりやすそうなのですね、選んだつもりだったんですけども、やっぱり難しかったですね。でまあこんな感じでですね、いろんなパーカッショニストのいろんなフレーズを分析していきたいと思っておりますので、もしこのフレーズを分析してほしいっていうのがあれば、コメントください。僕が技術的にですね、答えられるかどうかちょっと分かんないんですけども、まあ一応いただければと思います。はい、こんな感じでパーカッションの情報発信やレッスンを行っておりますので、ぜひぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。それでは、また。